愛を込めて花束を。Oh.
MC、 そして、ね、歌唱を担当させていただきます九州女子局の鈴川有奈とパピルジェの沙織です。よろしくお願いします。さっきのね、あの2人がすごい仲良く先に話してたけど、私たち実は初めましてなんですよね。なんですよね。なんかあの結構ライブとかでパピルジェさんと一緒になることはあったけど、なんかこの沙織ちゃんとなんかもう私個人としてお話しするのが今日初めてで、さっき の、 あのリハーサルの時にですね、そうそうそう、あの一緒に話すんですね、お願いします、一番最初の会話、そう、さっきも打ち合わせで何話します、どうしますみたいな言って、まあだからね、まあ、この機にね、なんか仲良くなりたいなと思って、うん、ね、そう、え、なんか本当に休日何されてますか。本当ですか。休日はでも結構あの平日とか土日はライブで家にいることがあんまり少ないんですけど、そうですよね、最近はそのあのプール泳ぐのが好きで、そうそう、だから時間がある時にプールに行ってます。私すごい。え、泳げるんですか。泳げます。すごい。泳ぎますか。あのさ、今笑ってるの女子が笑う皆さんだけなんですよ。なんかあの手取りだけは完璧です。アニメだけは。そう、いや私アニメが好きなので、うん、まあ、水泳のアニメだったり、最近ちょっと水球のアニメにハマってて、へー、そうなの。そう、それで今めちゃめちゃプールに行きたい、泳ぎたい欲がすごくて、それはもうぜひ水球しに行きましょう。水球一緒してくれますか。そう、水球ちょっとあの何人だっけ、7人揃わないといけないから、あ、今日揃ったんですか。ちょっと今日のメンバー全員揃って水球しに行きます。逆になんか得意なスポーツみたいなのってあるんですか。得意なスポーツあの本当に、まあ、いろいろアニメを見るせいでイメトレだけは完璧なんですあのバレーボールとかでも本当にその中でも唯一、いつかな、小学校1年生から中学2年生までずっと続けてたスポーツがあって、まあ、スポーツっていうか剣道をずっとやってたんですよ。かっこいい実はね、少女剣士でして。かっこいい。中学2年生以来も市内も僕とも握ってないから。そうなんですよ。すごいな。今度じゃあ叩いてください。いや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 、もうそんなことできませんよありがとうございます。ありがとうございます、はい、まあこんな感じで、まあ、今日火曜日にね、ルナちゃんと仲良く、大事です、ね、まあ、この場で仲も深めさせていただいたということでですね、はい、あの続きで3曲この後聴いていただきます。早速ですが、次はルナちゃんの番となっているので、はい、ではルナちゃんどうぞ。